阪神201系電車は、かつて阪神電気鉄道が保有した路面電車車両である、同社の平洋軌道線で運行されていた。71系の増備車として、汽車製造で1940年により、全15両が製造されたが、戦争による資材難から全車の竣工は、戦後の1948年となった。201型は、 輸送力の増強と当時阪神に唯一の木造車として残存していた51.61型やアミデンで知られた121系の置き換えを図るために計画された形式で阪神では一挙30両の新造を申請した。しかし資材統制によってなかなか認可されず1942年にようやく認可された時には 半数の15両のみの新造しか認められなかった。全車技車製造で製造され、同年5月に201から203が入選したのを、皮切りに7月に204から206が、翌1943年3月に210から212.214215が竣工したものの伝送品の不足で、未伝送のまま出場、71型と m c t c 編成を組んで、 甲子園線と国道線、野田大上甲子園間において二輪運行を行った。残りの15両のうち5両については、太平洋戦争後期の1943年10月に、心臓が認可されたが、車体長は約1メートル、短い13.7メートル、側面窓配置 1D4D4D1 D D D、全面は一転して、反流線型の3枚窓の順前たる、 路面電車スタイルという、それまで登場した15両とは似ても似つかぬ車両として計画されていたが、結局製造されることはなかった。車体は71型とほぼ同型だが、車体の丸みが71型に比べるとやや角張っており、正面窓上が71系の緩やかなカーブから平面になり、前面窓と側面窓の可変が揃えられたほか、 ベンチレーターも 71K の10個から6個に減少した。内装も簡素化され、71型にあった座席下のヒーターは廃止され、釣り手は当初から通常の釣り手に袖仕切りは 71K のクロームメッキしたパイプから緩やかな木製線形の袖仕切りに変更された。台車及び伝送品は台車は半神併用機動線標準の 台車製造製ボールドウィン6 4から 20R 台車であるが、台車側両中心間隔が変更されるなど、細部の設計が改良された。主電動機は 71K の三菱電機メガバイト -163MR とは1時間定格出力は変わらないものの、回転部分がローラーベアリングからプレーンベアリングに、 簡素化されたメガバイト -163M を71系同様4機創化した。制御機は71型に搭載されていた自動加速方式油圧かむ軸多段制御機である芝浦 RPM-100 から前電自式の三菱アルムに変更されたほかトムリンソン式密着連結機を装備していた。戦後になり71型が未伝送の201型を 牽引する形での二両連結運転が継続されたが、やがて伝送化されて七十一型との連結運転は解消したが、二百一系同士の連結運転は引き続き行われた。また、残る四両の増備も再開され、九百四十六年九月に二百七点二零八が、九百四十八年十月に二百九点二一三の二両が進行して、ここに全車収益し、 結果的にこの二両が、阪神の平洋機動戦の最後の新車となった。その後、1950年までに、ポールの打ち方法をビューゲルに取り替え、同時期にテールランプを通常型のものに取り替えて、エアインテークの上に移設した。ポールは、ビューゲル終電が安定するにつれて撤去されたほか、1957年には、室内灯を60ワット14本に変更、連結機は、 偶数番号車は大阪側、奇数番号車は神戸側の一方だけに取り付けるよう揃えられた。また、1960年代以降、行き先方向膜を使用せずに行き先表示板を使用するようになった。1962年から全電磁式で単位スイッチの数が多く故障の多いアルム制御機を新設機動線で廃車となった1101.1111 11。 肩に搭載していた、油圧式の芝浦 PM-2B 制御機と全般検査時に交換し、すでに連結運転が行われなくなったので、同時に連結機を撤去した。1960年代後半に入ると、屋根の整備が実施され、全車両が、乱暴度が撤去され、トルペード型ベンチレーターの向きを変更された車両も、現れたほか、方向膜窓も埋められた。 1975年5月5日の平洋機動戦の全廃まで一両も廃車されることなく使用されている。廃止後、甲子園阪神パークに215が1に改版された 1K27 ともども保存されたが、1991年のリニューアル前後に解体されて現存しない。また、阪神電鉄車両部の資料では民間の輸送会社に201と211が、 払い下げられた記録があるが、詳細は不明である。ありがとうございます。